マナカナンチ、こんにちは。マナカナンチに、なんか合わせようとしてくれた。何言おうと思って、マナカナンチにマナが帰ってきましたって。ああ、カナが言おうとした。じゃあもう一回、じゃあ、え？言って。何をもう一回言うの？カナが言うっていうの。うん、そうだから入ってきてびっくりした。こんにちは。こんにちは。一緒に言っちゃう。せーの、こんにちは。ニクラマナです。ニクラカナです。マナカの家にマナが帰ってきました。おかえり。出産お疲れ様で、ありがとうございます。マナカの家に帰ってきて、そうよ、久しぶりで。この家を私一人で守ってたからね。カナの仕切りいい感じやった。え、そう、皆さんどう思う？仕事ももう産む前にこう一旦ほらお休みして、そうだね。で唯一がそのリモートで、YouTube だったから、久しぶりにメイクをした。家ではさ、やっぱり汚くなってくるやん。確かに家ではちょっと汚い格好してるもんね。やっとなんかこう社会復帰をし始めたなって感じてる。今で2ヶ月、生まれて2ヶ月、ね、生まれて2ヶ月経ちました、うん、どんどん大きくなってない？写真見たら、あれ、またなんか顔が変わってる、また目が大きくなってる。なんか顔もやっぱり日に日にちょっとずつ変わるし、お肉もついてくるし、表情も豊かになってきて、かわいいよね。なんかね、私に似てなのか、眉毛がね、ハの字なの。あ、もらった眉毛ハの字やった。メイクさんにあげてくださいって言って、いつまで上がってるみたいな。そう、ほっといたらどんどん下がるから。確かに眉毛似てるよね。そう、マナカナンチで、今回はあの前に出産祝い1万円分のねを私が選んだやん。ありがとうございます。それを渡すよ。嬉しい。いや、本当になんてありがたい企画と思って、ね、欲しいものかどうかちょっとわからないですが選びましたよ。出産おめでとう。やったー。マナカナンチームから大きい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当に、開けていいの？すごい、すごい、クリスマスプレゼントみたい。サンタさんレベル。開けます。選ぶ条件っていうかが、グレーで手触りよくって1万円以内で選んだよ。いいやん、やっぱり。おーおー、いい、かわいい、この包み方いいやん。お祝いになんかぴったりな、ね、花束みたい。こんな花束みたいになってるんだ。開けよう。じゃーん、すごい、ちゃんとこぼら包まれてる。花束もらったみたい。わー、おー、いい。あ、結構思ってたより大きかった。すごい、いいやん、めちゃかわいい。なんか1ヶ月なりました、3ヶ月なりましたみたいなの写真を撮るある、とこにもすごいよ。赤ちゃんここに寝かせて映えそう。え、めちゃめちゃかわいい。どう、大丈夫だった？素晴らしい、素晴らしい。これかわいい。これね、もうちょっと一目惚れに近かったよ。かわいい。え、なんかすごいこれかわいいね。ね、この箱を含め、いいね、いいね。なんか夢みたい、夢みたいに可愛くない？違った、自分で選んで盛り上げてる。ピンクのお皿と白いお皿とえ、かわいい。ちっちゃいサイズのフォークとスプーン、めちゃかわいい。これは嬉しい。いいやん、すごい、ちゃんと離乳食のこともいろいろ書いてある。ほんとだ。電子レンジ OK、 食洗機 OK。 やった、便利。そう、これも可愛い。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛い。これ何、クマ？これやりたかったやん。これちょっとちょっとずつ覚えていこう。あ、いいやん。クマで。クマかな。で、ストローでいろいろ飲むようになったら使えるやつ。うん、え、これめちゃめちゃ可愛いと思う。お手でも、うん、持つところもついてるし。どうよ。どんな感じ？いや、めちゃめちゃいいと思います。いや、まずこれ3つ合わせて1万円ってめっちゃいい買い物したと思う。いや、さすが大阪人やと思う。きっちり使い切ったよね。そうそうそう、ギリギリまでね。9000ギリギリまで。で、気になるのが、そのマナがもともと何欲しいと思ってたのかが、多分見てる人もすごい気になってると思う。実は、あの探してるあのカナの YouTube の動画を拝見したんですけれども、うん、その時にね、これが欲しかったってやつが出てきて、え、うそ、通過した、わかった、あの
ゾウの滑り台や。ゾウの滑り台じゃない。あれかない。そう、ゾウの滑り台じゃなくて、1万3000円なんぼのプレイマット。あ、じゃあプレイマットっていうのは当てたんやん。やっぱりあっち、あの上にちょっとこう赤ちゃんが見れる、こういうのがベビージムみたいなのがついてるのが欲しいイメージしてたやつやった。でも1万円じゃ手が届かなかったから、うん、で、これは、私はこれはチェックできてなかったから、うんうんうん、これ、グッと。やったーイエ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 イ。いや、さすが双子やと思った。よかった。やっぱり、なんか、ああいうの欲しいかなと思って遊ばせる。そう、下に置いて、だんだんほら、赤ちゃんやからずっとこのベッドとか抱っこじゃなくて、うん、下でこう、ハイハイしたりとか、うん、寝返り打ったりとか、そういうののためになんか下で遊べる場所が欲しいなと思って。さすが双子パワー。あとこれも普通にめっちゃ欲しくて、これはもう携帯にいずれ買いたいリストとしてスクリーンショットして携帯の写真のフォルダに入ってる。すごっ。でもほんまはこのチョコがついてる6000なものがあれ良かったよね。でもそれは入りきれへんかったやん、予算に。その2万円まで選べたら、あれプラス6000円選べた。いや、でもかなりもう大満足、大感謝。美味しい。いや、いい買い物ができて、マナが喜んで、なんか今日はいいお酒が飲みたい。いや、よかったね。え、これもう今日持って帰っていいの？もちろんよ。これ、ここで一緒にゴロゴロしていいの？確かに、この大きさだったら一緒にゴロゴロできて、めっちゃ可愛い写真を撮るんですよ。そう、よく最近一緒にこう運動があったらゴロゴロしてるのよ。あ、そうなんや。あれ、首まだ、2ヶ月って座ってないよね。私座ってないけど、なんか若干半分ぐらいは座りかけてて、おそう、ちょっとずつうつ伏せしてみたりとか、うつ伏せの練習してみたり、これからすりばいしてみたりとか、いろいろあるもんね。あとなんか家で最近産後の体型だったり体調を戻すためにヨガも私結構やってて、ほんでなんかネットでベビーヨガっていうのを見つけて、赤ちゃんと一緒にできるヨガみたいな。そう、赤ちゃんを寝っ転がしたままママが上でこうヨガをしたり、抱っこしながらヨガしたりとか、そういうのがあって、そういう時も寝転がして使えそうな気がする。ありがとう。優しいね。なんか喜んでくれてありがとう。喜んでるんですよ本当に。よかった。大成功ということで、スタッフの皆さんもありがとうございます。こんな素晴らしい企画を用意していただいて感謝です。ありがとうございます。大切に使わせていただきます。なんか出産祝い迷ってるという方と、あとプレママの皆さんもぜひよかったら参考にしていただけるといいなと思います、うん、さあ、じゃあマナ復帰1本目やったけど、どう？家って私は撮ってて、カナはこの素敵な空間で撮ってたから、マナカナの家でね、ちょっと肌の色が、私はちょっとこうくすんでたというか、日焼けしてるみたいな、そうリアルな姿を伝えてしまったから、やっとここに戻られて嬉しいです。あっちがリアルやもんね。そうね、産後のリアル。そうだね、産後で結構リアルな状態で YouTube のリモート撮影に挑んでしまったからいいや本当に部屋着みたいな服を着てしまったので、うん、ちょっと反省ですけど、まあこれからよろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで、それではまた次の動画で会いましょう。